漢字は主に8つのパーツ、点画でできています。ここでは反りと曲がりの書き方を覚えましょう。反りは式や台などに使われています。線を少し反らして書くことがポイントです。右下に向けて線を少し反らしながらスラーッと書きます。一度止めてからピョンと上にしっかり跳ねます。スラーッとゆっくり書いてピョンと上に向かって力を抜きましょう。曲がりは光や兄などに使われています。8つのパーツの中で一番難しいですが、書けるようになるととても気持ちがいいですよ。スッと下ろして角を作らないようにゆっくりぐるっと曲がります。線を右に伸ばして一旦止めてピョンと上に跳ねます。曲がるときにブレーキをかけながらゆっくり書くと上手に書けますよ。